は8ミリの小の丸シール1枚黒く塗りつぶします。では 7.5 センチの折り紙を白を上にして対角線上に折ります。では上下のこの角を真ん中に合わせて折ります。そうしましたらこの縁からだいたい 3,4 ミリほどで折り返します。はい、裏返して同じように 3,4 ミリで折り返します。では向きを変えましてこのまま半分に折ります。では縁からだいたい7ミリから1センチほどでこのように折り上げます。こうなります。で開きます。はい、では裏返します。こちら下の折り筋をちょっとつまんで反対側へ折り直します。ではもう一度つまんでここ縁を作ってこの真ん中の折り筋に合わせるようにこの寄せ上げてこのように折ります。段折りになります。ではこちらもこのようにつまみ持って縁を作って真ん中へ合わせて折ります。では裏返します。でこの縁のこの角ここね、ここのからライン上に斜め下へちょっと折り下げます。はい、折り下げるときにねちょっとやりにくいんですけど、こういう感じで折ります。はい、こちらも同じように折り下げます。ではこの角からこの縁下の縁に合わせて折り上げます。上はだいたい 1.5 から2センチほどでちょっとまず折っておきます。でちょっと裏返しますね。では 15×7.5 センチ、こちらをまず半分に折ります。はい、では一旦このまま半分に三角に折ります。焼きます。でこちら向きにしてもらってこの角をこの折り筋の下に向けてだいたい2センチほどで折ります。はい、では次こちらの縁をこのように折るんですけど、折った時にこの幅とこの幅がだいたい同じになるようにします。でこの白い部分が見えちゃうのでそれはちょっと裏側へこのようにここの部分だけ折ってなるべく隠します。はい、こちらも同じように折ってこことここが同じ幅にします。でこの角はちょっと裏側、裏向けて裏側に少しちょっと硬いですけど折ります。折ってちょっと丸みをつけます。こういう風にね。でこちらできたらここのここからこここのね角ここのライン上でちょっと一旦折ります。はい、折りましたらこの縁とこの折り筋に合わせるようにこの斜めに折ります。はい、でそのままこの縁とこの、ちょっとずれちゃってる。で、この折り筋、ここ
横に合わせるようにまた斜めこういうふうに折ります。ではちょっと合わせますね。はい、こんな感じになってます。でね、ちょっとねここちっちゃすぎるんでちょっとねずらして貼り合わせて後で調整してください。こんな感じかな。ではこちら 7.5×2.5cm をこのように半分に軽く折ります。で開きます。でこちらを真ん中に合わせるようにまた折ります。開きます。はい、では裏返してこのさっき折ったこの折り筋を切ります。ではまた裏返して半分に折ります。はい、ではこのここが輪になってます。でできたらここの折り筋を最後に支点にっていうか最後にこの辺りからこう斜めにバサッと切ってもいいし、このように丸くこう曲線を入れるように切るなりしてください。であとこの下もちょっと適当にこのようにザクザクっとギザギザを入れるように切ってください。これはちょっとのけます。で開いたらこういう風になります。ではここ貼り合わせます。はい、では縁を軽くのり付けしてください。ここはねちょっと大変なんでここはのけてもいいです。でこのままこのように貼り合わせます。で貼り合わせたらここのおててをこのように斜めに折ってきます。こういう感じで。次髪の毛、ここねこういう感じでちょっとのり付けして軽くのり付けして合わせますね。これぐらいかな、これぐらいにちょっと合わせておきます。でこのままでも全然いいですし、このように折り曲げるなりこういう感じで一回折って折り返すなどなど、もう好きなようにしてください。で今回はちょっとここを斜めに折って数ミリでこういう感じでね一回ここをグッと折って 1-2ミリで折り返す、ちょっとこういう風にしておきます。では黒く塗ったこの丸シールをほんの少しだけこのように切ります。ではあと白の丸シールにこのように合わせるようにこういうふうに貼ります。貼ったらちょっとこちら側に一旦貼りますね。こんな感じで。そしたらまた同じサイズ 8mm のこの丸シールを今度は反対側に貼ります。次こちらこの赤い 8mm の丸シールもこのようにジャッと切ってこの辺りに、おっと、はい、こういう感じで貼ります。はい、ではもう1枚また赤い同じサイズの丸シールをちょっと先ほどと同じようにギザギザな感じで切ります。ちょっと切れてませんね、ちゃんと切れてないけどちょっと取りますね。よいしょ、よっ、こういう感じでこんな感じで切ってます。でちょっと1枚だけ長さこんな感じで変えます。こういう風にねこんな形に大体でいいので形を作ってからここへ貼ります。はい、
で最後にホワイトマーカーでこの辺りちょっとだけもう目に光沢を入れます。はい、できました。よかったら作ってみてください。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。